先日インスタで募集させていただいたセリナの偏見についてたくさんありがとうございます。それについて合っているのかそうではないのかをちょっとお答えしていきたいと思います。なかなか面白かったです。見ていてボットよりもすごい優しくて、みんなすごい悪く見られてるのかなって思ったけど、そんなことなく楽しく読ませていただいた、うちのスタッフさんに抜粋していただいたものをお答えしていきたいと思います。コーラでうがいしてそうコーラでうがいしたことないです。でもなんかコーラは人一倍喉が痛くなる気がする。コーラをねゴクゴクゴクって飲むこと絶対できない。好きだからやりたいんだけど、ゴクゴクゴクって喉痛くなりません？コーラでうがいはしてない。してない、したことない。でもそうやって言われたらちょっとしてみたくなっちゃった。ぜひしてみようかな。スキップできなさそう。スキップはできます。私なんかすごいね、運動神経悪そうとか言われるんですけど、すごいいい方なんですよ。シンクロをね仕事でやったことがあるんですけど、その時とかもすごかった。他にも美女とセリナが汗かきますみたいな番組やらせていただいた時があったんですけど、アスリートの方たちと対決するっていう番組で、その時もなんとなくこなせてました。なのでスキップできます。見ますか？フィンタイトルがお腹出てるけどできてるでしょ？できてない？できてるよね。よかった感じです。はい、スキップはできます。3回に1回は嘘ついてそう。確かにあるかも。嘘っていうか無意識に喋っちゃってるんですよ。あーなんとかなんとか好きみたいな話した次には、あれ嫌いなんだよねって言ってるみたいな、さっきと言ってること違くないみたいなことは結構あるかも。1分後の自分がどうなってるか分かんないから、1分前の自分が発言したことが嘘ではないんですよね。1分前にとっては本当のことが1分後には違ってるみたいなことがあるかもしれないです。はい。下着が派手そう。派手かな、どうだろう。来た場合によるかな。あ、でも派手じゃないわ。こだわりはあるんですけど、シンプルです。白しか着ないかも。絶対上下セットアップじゃなきゃ着ないんですけど、でもそれでもセットアップのものだから、それとそれ以外の組み合わせは着ないけど、でも他も全部白。靴下もだいたい白。服はこういうちょっとピンクベージュだったりベージュだったりとか、まあ、黒とか色で迷うことをなくした分、デザインでちょっと遊び心を入れてるって感じですかね。最近常に M 字開脚の体勢で過ごしてそう。え、どういうこと？ヤンキー座り的なこと？どういうことだろう。え、でもなんか M 字開脚で過ごしてる時もあるかも、もしかしたら膝と膝をくっつけるのを意識してるけど、でも意識してるってことは普段膝と膝離れてるのかもってなると、 M 字開脚ってことかな。 M 字開脚してる気がする。もうしてるわ正解。犬に赤ちゃん言葉使ってそう。それはね、なっちゃう。それはもう仕方ないもんね。別に聞き取られなくてもいいやってのもあるから、思う存分もう本当にもうニョ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 みたいな感じです。意味がない赤ちゃん言葉を喋ってます。正解。東京カレンダーみたいなおしゃれなお店で毎日食事してそう。はい、東京カレンダーって見たことないんですけど、おしゃれなお店はでも好きかもしれない。なんか写真を撮ったりとかする場所が込みなんですよ、行く場所の選び方として。なんで逆に東京カレンダーにそういう場所がいっぱい載ってるんだとしたら、東京カレンダーをちょっと今後愛読してみたいなっていう気持ちもある。同じ場所で撮影したくなくて注目してみたいと思います。正解って正解ですかね。セロリのお漬物作ってそう。作ってないですけど、すごい好きです。セロリの浅漬け、シャキシャキしたもの好きなので食べたくなってきちゃった。セロリのお漬物とかがお店にあったら絶対頼みます。セロリのお漬物つけてみようかな。ちょっと作ってみます。正解じゃないけど正解になります。今後怒らなさそう。それすごい言われるんですよね。怒らないかも。怒らなすぎて怒るパフォーマンスするときあります。じゃないと、あ、何してもいいんだって思われちゃうから、何でもありなんだって思われるのが嫌だから怒るパフォーマンス。
本当は何とも思ってないみたいなことがあるけど、でもそれももう最近はないかな。まあ一家精神なんですよ、なんでも。モコモコの可愛いパジャマ着て寝てそう。ああ、確かにモコモコの部屋着はすごいたくさん持ってるんですよ。どのぐらいたくさん持ってるかって言ったら、本当になんか衣装ケースがパンパンになるぐらい持ってるんですよ。しまってはあるんですけど、でも洗濯するとモコモコじゃなくなっちゃうんですよ、あれ。だからあんまり使わないけど常にキープはしてあります。お家では基本的に何にも着ない。ラ族の上になんかガウンとか羽織みたいな感じ、過ごし方してます。名前から中国や台湾の人と思われていそう、うん、そうなのかな。セリナってさ、今思えばもう別になんか馴染んじゃってるけど、自分の中でセリっていう字もなっていう字もあんまりなんか見かけない字だもんね。よくよく考えたら最初どう思われてたんだろう。初めて見た時のみんなの第一印象というか、それを逆に聞きたいですね。自分の中で馴染みのある感じでも、私が SDN やってセリナって出たとか、テレビで初めてセリナを見た時にセリナって文字を見て、みんな最初どう思ったんだろう。それすごい考えたことなかったけど聞いてみたい。 SDN だと名前変わった人多かった。そっか、確かに。でもナチュは旦那だもんね、あれ実は。あ、でも本名やってないか。ナチュはナチュっていう芸名か。グループでやってたから自分でもあんまり分かんなかったんだ。自分の名前書くの下手そう。あ、でもね、今回の写真集で直筆のテリナっていう名前を書いてあるページがあるんですけど、それは何時間ぐらい書き続けたかな。なかなかセリってうまくいっても長うまくいかないとか、書けば書くほどうまくいったと思った字が変な字に見えるとか、とにかくめっちゃ書いたんですよ、セリナっていう字を。だからその書いたので、もしかしたらうまくなったかもしれない。書いてみますか。ペンにもよるんですよ。この太い字だとめちゃくちゃ綺麗に書ける。どうですか。下手ではない。下手じゃない。癖字？癖字なのこれ。え、みんな書いてみて。いや、私が一番だよ。みんなそれぞれ綺麗な字をしていますけれども、どうですか。何が上手いかわかんない。わかんないよね。入ってから。シタルト崩壊みたいな。1,2,3,4 という順番で皆さんぜひ投票お願いします。野呂さんと仲悪いのかと思ってた。ああ、それね、ノンティートだけじゃなくて SDN 自体仲悪いかってよく聞かれることがあるんですけど、仲悪いことが全くなかったんですよ。ノンティはあんまり一緒に仕事することなかったんですよ、その現役時代は。卒業してから何回か番組で共演したことがあったんですけど、この間もね共演したばっかりなんですけど、結構話つきなかった。グループ自体も割となんかこう、みんなそれぞれがなんか支え合ってるっていう、支えられてたイメージしかなくて、みんなそれぞれの得意不得意があって、それで一つのグループみたいな感じだったので、今でも卒業してからの時間がどんどん増えていくにつれて、どんどん絆も深まってるねっていうような、私たちのグループはそんな感じです。エロそう。エロそう。エロそうなのかな。そうやって思われてんのかな。なんでだろう。言われることは？言われるときない。全くなんか男の友達とかにね、特に普通に男友達って言われる。男友達がたくさんいる中で一人で女とかあるし、だからこそってこと？ギャップってことかな。自分の中で一個もなんかこういうところかなっていうところもないかも。はい、という感じでした。皆さんたくさんありがとうございます。最後まで見てくださってありがとうございます。もしよかったらいいねとチャンネル登録、あとコメントもたくさんお待ちしています。ありがとうございます。